データカードダスはバンダイが販売するトレーディングカードアーケードゲーム。略称は DCD。データカードダス筐体中央の5台が初代、左奥の1台がネオタイプ名称はバンダイ販売のカードダスに由来。専用バーコード付きのカードを筐体でスキャンすることによりアーケードゲーム内にカードのデータが反映される。これにより トレーディングカードとコンピューターゲームの両方の要素を楽しむことができる。書類上はあくまでもアーケードゲーム機ではなく、カード自販機という扱いになっており、テレビ CM も放送される他一般のスーパーマーケットにも設置されている。筐体はバンプレストが開発。初代機の製造は対等が行い、採用基板は対等タイプ X を搭載。基本的に、 男児を対象にした作品は青、女児を対象とした作品は赤の筐体がそれぞれ使われるがソフト交換が行われると一部例外が発生する。赤、青、緑の3つのボタンで操作するのが基本となるが近年は筐体の中心部に特殊なボタンが取り付けられている作品が多い。一部のタイトルでは IC カードや ID カードを使用して ゲームの成績などを記録することができる。2016年11月の新型筐体より、バンダイナムコタイトル共通のバナパスポートカードが採用され、同時にセガイ,インタラクティブのエメと相互利用が可能となったが、2019年3月より、コナミアミューズメントの良、e、いアミューズメントパスと対等のネスカにも対応する予定。一部のバンダイナムコアミューズメント直営店では、 データカードダス専門のコーナー、データカードダスステーションを設置している。ゲームタイトルによっては、小中学生を主な対象にトーナメント大会も定期的に行われているが、高校生以上を含む大人のプレイヤーが比較的多いタイトルでは、年齢制限なしのトーナメント大会もかなり行われている。各タイトルのカード一覧や設置店舗検索が利用できる、 スマートフォン向けアプリ、データカードダスコネクトを提供していたが、現在はサービス終了している。筐体の修理サポートは、バンダイナムコテクニカではなく、バンダイパーツセンターが担当している。初代データカードダス。対応ゲームのサービス終了に伴い、2015年4月をもってタイプ X 仕様の初代機は、市場より回収された。2010年の ドラゴンボールヒーローズよりフラットパネルリーダータイプの筐体が登場した。ゲーム基板は独自のものが使用されている。これらは筐体にはデータカードダスと記されていないが、公式サイト上ではデータカードダスの一種として扱われている。同時に IC カードへの対応が始まり、IC カード内にゲームの成績をセーブできるようになった。また、筐体内に 3G を利用した通信装置が内蔵されており、全国ランキングの集計や、サーバー側から自動的にゲーム要素を開放することが可能になっている。背面にランコネクタを装備しており、同じタイトルの2台を接続して対戦仕様にすることができる。後に登場したマジンボーオームは、使用基板が e s にプラスで、通信装置は Wi-Fi を搭載しており、内部的には、 データカードダス会以降の標準的な構成になっているが、2021年現在は採用されていない。2012年の110対戦グレートアニマルカイザーより21.5インチ大型液晶 IC カードリーダー鬼箇所搭載の新型筐体が登場。設置点向け資料での表記はデータカードダスネオという故障になっている。カードダスドットコムでは シンプルタイプに該当する。Windows Embedded Standard 7を使用した PC ベースの基板 ES2 プラスを採用しており、ソフトの供給は USB メモリでのアップデート及び SSD の交換で行われる。上記のフラットパネルリーダータイプと同様に通信装置を内蔵している。カードのスキャンは従来と同様のバーコードを読み取ることで行う。 音声出力がモノラルとなっており、蒸気2タイプの筐体よりも簡素化されている。スピーカーがサービスドアに取り付けられていて聞き取りにくかったため、i イ a t s は第4弾より拡張ユニットを用意してコントロールパネル上に移設する措置を行った。また、2014年10月より開始の i イ a t s 2015年シリーズでのゲーム内容に対応するため通信装置を 3G から Wi-Fi へ変更する措置を行ったディスクウォーズアベンジャーズ魂ロワイヤル以降のタイトルは Wi-Fi での稼働。アニマルカイザーは 3G のまま変更なし。2013年9月稼働の大怪獣ラッシュウルトラフロンティアに採用される4人用筐体。設置点向け資料での表記はデータカードダス M という故障になっている。カードダスドットコムでは マルチプレイタイプに該当する。55インチのワイド液晶モニターを上向きに設置し、その長辺側に2人ずつプレイヤーが配置される。無線通信装置は内蔵しておらず、オールネットに接続して、プレイヤー情報やランキングなどの管理を行っていたが、2015年12月に妖怪ウォッチバスターズ鉄器群へ完走された際に、 たタイトル同様の Wi-Fi 仕様に変更となった。同タイトルのサービス終了に伴い、市場より回収された。2013年10月稼働の仮面ライダーバトルガンバライジングより採用される一人用、筐体。2020年現在採用されているのはガンバライジングのみ。設置点向け資料での表記はデータカードダス F という故障になっている。カードダスドットコムでは、 ミニフラットパネルタイプに該当する。外観はデータカードなスネオに32インチの大型モニターを縦型に搭載した形になっている。スピーカーが足元のサービスドアからモニターの上部へと移っており、ステレオ仕様に戻っている。通信装置は Wi-Fi を搭載しており、金傍に設置されるバンダイデータスポットの 3G 通信ユニットを通じてサーバにアクセスする。 カードのスキャンは3つのレーンを持つフラットタイプのデバイスを使用するガンバライジングの場合、二次元バーコードは不可視インクを使っているため肉眼では見えない。また、カード両面に印刷されているため、カードを前後に動かすほか裏返すというアクションも使用する。2014年1月稼働の妖怪ウォッチ友達、ウキウキペディアより採用される一人用筐体。 設置点向け資料での表記はデータカード出すをという故障になっている。カード出すドッ c o m ではプリントタイプに該当する。基本仕様は F タイプに準ずるがカードの払い出しが従来の印刷済みカードをカードディスペンサーで払い出すものではなく消化型カラープリンターによるオンデマンド印刷によって行われる。カードのスキャンはネオタイプと同型のスキャナで カードに印刷される二次元バーコードを読み取る。背面にランコネクタが用意されているが、現在は対応していない。2016年7月のアップデート、ウキウキペディアドリームでは、市販の妖怪ドリームメダルとの連動のため、NFC リードライターが追加された。2020年10月の妖怪ウォッチサービス終了とともに全数が、再響き紙図モード。え、感想。 または回収されている。2020年10月に完走された再響き紙図モード。より採用された一人用筐体。設置点向け資料での表記はデータカード出す系という故障になっている。紙図モードで使用する太鼓型コントローラーが搭載され物理ボタンは存在しない。また、オンデマンド印刷での払い出しからカードディスペンサーによる払い出しに変更されている。 2016年5月稼働のアイカツスターズより採用される二人用筐体。設置点向け資料での表記はデータカードダス T という故障になっている。カードダス .com ではプリントタイプに該当する。T コールタッチが指す通り、縦型モニターの下に新たにタッチパネルを搭載し、左右にはステレオスピーカーがついている。二人用に使われる三つのボタンは、 初代機やネオをおおむね引き継ぐ一方、カードのスキャンはネオタイプやオータイプのような差し込んでスキャンするものではなく二次元バーコードをかざす仕様になった。カードのオンデマンド印刷による払い出しはオータイプとほぼ同等。通信装置は他作品と同様に Wi-Fi 仕様。最終作、アイカツオンパレードのサービス終了とともに回収された。 2016年11月稼働のスーパードラゴンボールヒーローズより採用される一人用の筐体。設置点向け資料での表記はデータカードダス D という故障になっている。カードダス .com ではタッチパネルタイプに該当する。メインモニターに32インチ高解像度モニターを使用し、カードの操作パネルも起動戦士、ガンダム UC カードビルダー風のタッチパネル方式の モニターに変更された。データのセーブが、これまでの IC カードを呼びリーダーが、リーダーが置き型や、挿入型から、タッチ式へとなり、タイトル専用カードから、バナパスポートカードや A 名へ変更となっている。新企画、アミューズメント IC カードへの対応は2019年3月に行われた。2020年12月に稼働された、アイカツプラネット。 より採用された一人用筐体。設置点向け資料での表記はデータカードダス R という故障になっている。基板は従来の ES2 プラスでは内心基板を採用。ディスプレイには2台の高解像度モニターを使用し、操作パネルもデータカードダス D に続き、タッチパネル方式のモニターを採用。物理ボタンが廃止され、正面には太陽玩具を読み取る専用スキャナ。 右手にライセンスなどの二次元コード読み込み用、カメラ、周辺には LED を搭載する。サーバーとの通信はデータスポット経由ではなく、筐体ごとに LTE 回線を使用する。データカードダス F と同時に設置が開始されたもの。内部には Windows Embedded Standard 7で動作するセットトップボックスと Wi-Fi ルーター。 3G ルータが搭載されており、データカードダス F や OICO に登場したタイトルでは、データスポットを介して、サーバとリアルタイムでの双方向通信が可能になった。そのため、オフライン状態など何らかの理由で、データスポットの機能が停止すると、参加の各ゲームにおいても障害が発生する。コイン投入口や、バーコードのスキャナはなく、ゲームをプレイしたりカードを購入することはできない。 タッチパネル式モニターを搭載しており、各タイトルのプロモーション映像や関連商品の紹介を見ることができる。モニターの下部には SD カードスロットとデータカードを出すよう IC カードに対応した IC カードリーダーライターを装備しており、SD カードスロットを使い、iCATS ォ o n SMART やデラックス妖怪ウォッチシリーズの追加データの配信と IC カードリーダーライターを使用して、 マジンボーンのマイベース閲覧やアイカツのマイルーム閲覧とアイテム取得、トーマガーチ 4U のアイテム取得などをすることができた。2014年9月のアイカツの Wi-Fi 化に伴い、データカードダス F や O を設置していないアイカツの設置点にも新たに設置されるようになった。ここではほぼ共通している部分を説明する。詳細は各タイトルの記事を参照。 100円を入れる大怪獣バトルはボタンを押してから。たまごっちはカードを読み込んでから。モード選択後、必ずカードがもらえるでは、ゲーム終了後にもらうことができる。二人で遊べる。赤、青、緑の三つのボタンがある、ただしトリコバクカリジャングルメ。のみ、赤ボタンと青ボタンが八方向ジョイスティックになっている。また、グレートアニマルカイザーは、 青ボタンの代わりに黄色ボタンが存在する。カードを読み込ませて遊ぶデータカード出す王の各タイトルで初めて遊ぶときはこの手順は省略される。注釈のないものは初期タイプでの稼働。以下は過去に稼働していたシリーズも含む。ありがとうございます。